の中ではペイキーなの。あれだけど涙が出ちゃう、女の子だもん。はい、ということですけども、これは北海道のペンネームおっぺきペイさんからいただいたんですけど、いやもう私どうしてこういうの不得意なんですかね。これはあのアタックナンバーワンでしたっけ、聞いたことはあったんですけど、このコートの中では平気なのあたりからちょっと不安で、またレコードを例によって持ってきていただいて今始まる前聞いてたんですけども、いやー難しいんですよね、バックに音楽が流れてないというか伴奏がないと、なんてどうも音が外れちゃうんですけどもね。セリフのところだけ可愛らしくちょっと言ってみたいと思います。だけど涙が出ちゃう、女の子だもん。本当に似合わないんですよね、こういうのが。なんか他にもですね、こういう可愛いセリフは絶対本当にのりちゃんには似合わないっていうハガキがたくさん来てるっていうことなんですけど、本当にどうして似合わないんですかね。早くこういうのも似合うような女の子になりたいなと思いますけれどもね。はい、のりこのこれは似合わない、また後ほどユニークな作品を紹介していきたいと思いますので、お楽しみに。小川のりこだって15歳。こんばんは、小川のりこです。年が明けたと思ったらもう今日は29日、あと2日で1月も今月もおしまいなんですよね。なんだか本当にこの頃本当1週間があっという間に過ぎてしまって驚いてるんですけれどもね。あ、それからですね、あの番組宛てにたくさんですね、バレンタインデーに関係するあのハガキがたくさん届いてるんですけれども、私はバレンタインデーっていうのはあんまり関係がなくて、去年の2月に初めてスタッフの方にバレンタインのチョコレートあげたってぐらいで本当に縁がないんですけれどもね。今年も特にそういう試験があったりなんかするんで、うん、ほど遠いかなっていう気がするんですけれどもね。まあ頑張って早く渡せるような人を見つけたいなと思うんですけども、まあで先週はまあジャージを履いて前屈とかに挑戦してまあ頑張りましたけど、なんとマイナス10センチというすごい輝かしい記録も出すことができましたけど、なんか翌日とかはですね、体の筋があちこち痛くて本当に大変だったんですけども、まあですね、2日後に痛くならなくてよかったかなという感じですよね。あの2日後に痛くなるとおばさんの体だってよく言うんで、その辺はちょっと安心しましたけれどもね。まあ今夜もですね、そんな感じで久しぶりに教科書カバーズなんかもやって頑張りたいと思いますんで、ちゃんと最後まで聞いててくださいね。のりこのこれは似合わない。今週もたくさんのユニークなおはがきが届いています。似合わない役にどこまでなりきれるか一生懸命チャレンジしてみたいと思います。では早速いきたいと思います。千葉県のペンネーム浜子さんからいただいた作品です。これはですね、あの小泉京子さんのシャンプーのコマーシャルありますよね、その中で言っているセリフです。触ってもいいよ、ヒューヒューみたいな。で、知ってますか皆さん、これ人混みの中をスッスッスッと歩いてきて、最後にアップで小泉京子さんがこう髪の毛をサラサラっとやって、触ってもいいよっていう風に最後一言言うんですけどね、もうヒューヒューみたいな、なんていうんですか、いつもうわーみたいな思っちゃうんですけどね。この方もですね、これを聞いてはいとつい画面の方に手を伸ばしてしまうのは僕だけじゃないはずだとか言ってますけどもね、私もそうですよ。思わずなんか手を伸ばしたくなるというか、なんか照れちゃうんですけどね、いつも。いやでもそれにしてもこれを私がやったら似合わないですか、これはちょっとひどいですよ。ねえ、いいじゃないですか、私が触ってもいいよって、皆さん伸ばしたくならないですかって寂しいですね。そうか、それは寂しい。私はぜひ似合いたいなと思いますけれどもね。はい、では次の作品をご紹介したいと思います。新潟県のペンネームサルポッポさんからいただきました。のりちゃんこんばんは。こんばんは。今回はデーモン小暮さんの得意のセリフを言ってみてください。きっと似合わないと思いますよ。ふっは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 、我が輩がデーモン小暮だ。それでは諸君、また会おう。ふひほへはほはほは。ちょっと似てないかなという感じですけどね。じゃあ最後のあの一言だけもう一回やってみたいと思います。ふひほへはほは。いやー
難しいんですよ。さっきそのデーモンさんが言ってるふひほへははははとかなんかそういう風に一生懸命練習してたんですけど、やっぱりもう難しいというか、いやーすごいですよね。あの一度デーモンさんともお仕事を一緒にラジオをやらせていただいたりなんかもしたんですけど、その時は行ってらっしゃらなかったですけどもね。いやーでも私もなんかこういうの考えようかななんてあの小川のり子だって事故で最後のところでなんかノリホヘハハハじゃないけど、なんかそれでは皆さんまた来週ノリホヘハハハみたいなのを作ろうかななんて、来週まで今度考えてこようかななんて気がしますけどもね。これはちょっと難しいですね。私にはちょっと難しすぎたかなっていう気がしますけれども。はい、じゃあ次のおはがきです。愛知県の若松元井さんからいただきました。こんばんはのりちゃん。こんばんは。今回は絶対のりちゃんに合わないセリフということで、悪い奉行と商人の会話を考えてみました。ぜひ一人二役でやってみてくださいっていうことなんで挑戦してみたいと思います。へっへっへ。お奉行様、これで例の10万両はお奉行様の丸儲けですな。まったくじゃ。しかし越後屋、お前も相当の悪よの。ほう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 、何をおっしゃるやらお奉行様。お奉行様にはかないませぬわ。まあそう申すな。この金を賄賂にすればこのわしの出世は約束されたおるも同然。ほうほう、その通り。その折にはこの私を公儀御用達にする件お忘れなく。分かっておるわ。おっは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 っていう日本昔話みたいですねなんていやー難しいですよ。こうやっぱり時代劇というか、こういうなんかお奉行様とかそういう言葉とか出てくるのは。でもこれってよくあるパターンらしいですよね。こういうなんかとか薄暗いところにろうそく一本立てて、それを間にして、だいたいよく越後屋とかいうのが出てくる感じですけれどもね。そうですか。いやでも私って本当に時代劇とかダメなんですよね。まずあのさしすせそっていうのが言えなくて、そういうさしすせそとかいうセリフが出てきちゃうともうダメなんですよね。だからもうちょっと訓練しなきゃいけないんですけどもね。これはもうダメ、難しいですね。もう今日はなんだか難しいのが多いですけどもねじゃあ次のに期待して挑戦してみたいと思います。これはですね、藤沢市の秋元秀明さんからいただきました。サザエさんのこのセリフです。来週もまた見てくださいね、まっふふっていうあのサザエさんの漫画の最後にうわっふっふって、私もまた見てくださいねって言った後、なんかお餅かなんかを喉にこう詰まらせて飲み込むっていうのがあるんですけど、うわっふっふってやるんですよ。よくちっちゃい頃とか見てて真似したんですけどね。サザエさんのあの家庭的な漫画がすごく好きなんですけどもね。家族揃って毎週見てましたよ、日曜日に。そうですか。まさかこんなセリフが来るとは思ってもいませんでしたけど、これはなかなかうまくいったんじゃないかななんて自分で言うのもなんですけど思いますねはい、ということでこのコーナーではあなたの考えた私小川のり子には絶対に合わない役柄、セリフなどユニークな作品をお待ちしています。映画やテレビ番組、ドラマの中の名セリフ、そして CM のコピー、またあなたの考えた役柄やセリフも大歓迎です。男役、女役、子供からお年寄りまで幅広い役柄になりきってチャレンジしてみたいと思います。こんなセリフは私には絶対に合わないというものを具体的に書いて送ってきてください。宛先は郵便番号 100-87 日本放送小川のり子だって15歳のり子のこれは似合わないの係までです。あなたのおはがきお待ちしています。ピー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 、地形なんか飛んでいけどろくなもんじゃねえと叫びたいんですが、その坂口忠さんのろくなもんじゃねえを聞いてください。15歳。こちらのりこ、応答願います。こちらのりこ、応答願います。のりこのプラネット通信。のりこのプラネット通信、このコーナーはラジオを聞いているあなたと電話で遊んじゃおうというコーナーです。
教科書の替え歌を電話で思いっきり歌ってもらう教科書カバーズ、今日はちゃんとやりますよ。今日カラオケで歌ってくれる方は東京都世田谷区の松本剛さんからいただきました。のりちゃんこんばんは。僕はのりちゃんと同じ中学3年生です。歌う曲はチェッカーズのギザギザハートの子守歌のカバーで、はちゃめちゃ受験のお守り歌です。内容は数学の図形と国語の品詞などをまとめて2教科覚えてしまおうとするものですっていうことなんですけれどもね、はがき2番まで書いてきてくださってます。あの1番がですね、数学のその覚えるやつで、でその中に国語とか入ってるんですよ。で2番は国語とあと英語という結構欲張りでたくさんの教科を覚えてしまうっていう感じなんですけれどもね。早速お電話がつながっているようなので、もしもし。あ、もしもし、剛さんですか。はい、そうです。どうもこんばんは。どうもこんばんは。おはがきどうもありがとうございました。いえいえ。剛さんは今中学3年生っていうことですけれども、はい、試験が迫ってますけれども、はい、勉強はどうですか。あ、まあまあまあほどほどにやってますけど。あ、わあすごいですね。もう学校とかは決まったんですか。あの一応単眼推薦で受けようかなと思って決まりました。そうなんですか、はい、わあ、じゃあもう頑張ってくださいね。 あともう少しですけど、私も頑張りたいと思いますんで、はい、はい、ということなんですけど、カラオケには自信がありますか。いや、自信なんかないんですよ。チェッカーズのギザギザハートの子守歌のカバーということなんですけど、はい、この曲は結構得意の曲とか。そうですね、結構学校の帰りとか歌ったりとかするかな。あ、そうなんですか、はい、うん、あとなんかあのモノマネとかもできるとか。モノマネですか。はい、尾形大作のマネをちょっとできるかなっていう。あ、そうなんですか、はい、やっていただけますか。今いいですか。はい、あ、じゃあいきます。はい。君の知らない異国の街で。やれてないですよなんて。あのですね、私の近い方のお姉ちゃんが尾形大作さんのファンで、前そうなんですか。よくそんな歌口ずさんでましたね。そうですか。いや、でもよく似てらっしゃるというか。いや、そんなことないです。いや、すごいですね。はい、じゃあですね、はい、あの早速歌ってもらいたいと思いますんで、はい、あの頑張ってください。よろしくお願いします。はい。角中四角中大水角水四角水、何でも先が尖るのは水をつければいいんだよ。ああ、覚えてくれとは言わないが、未然連用連体形、名詞に動詞に接続し、これさえ覚えりゃ合格さ。じゃあ2番は私が歌いたいと思いますんで。上司に副詞に代名詞、俳句に古典に万葉集、物を人に変えるのは擬人法って言うんだよ。ああ、覚えてくれとは言わないが、文語に口語に尊敬語、表現再現丁寧語、これさえ覚えりゃ合格さっていう。ということで、あのどうもありがとうございました。いえいえ、こちらこそ。いやー、うまいですね。いえいえ、歌い慣れてますよ。そうですか。はい、ということでですね、はい、どうもありがとうございました。いえいえ、はい、ありがとうございました。あの受験の方も大変だと思いますけど、はい、頑張ってください。頑張りましょう。私も頑張りますんで、はい、はい、ということでどうもありがとうございました。またずっと聞いててくださいね。はい、はい、このコーナーではあなたの作った教科書の替え歌で、いわゆるカバーを募集しています。社会科、理科、数学、古文などどんな教科でも OK です。ロック、歌謡曲、演歌、ポップス、民謡、オペラなどのメロディーに乗せて歌ってみたいと思いませんか。受験日も迫ってきましたので、これさえ覚えれば試験会場でも鼻歌混じりで役に立つというユニークな替え歌をどんどん作って、電話で思いっきり歌っていただきたいと思います。誰のどの曲で何を暗記するのか、歌詞もちゃんと書いて送ってきてください。宛先は郵便番号 100-87 日本放送、小川のり子たって15歳教科書カバーズの関わりまでです。電話番号もお忘れのないように。それでは
は私の曲でチャイムを聴いてください。聞いていただきました。ここで新曲の話をちらっとしてみようかなと思うんですけれども、3月の8日に今度の新曲が決まったんですけど、もうご存知ですかね。タイトルはひとひら、ひとひらって言うんですけども、まずこれが大変なんですよ。応答期と書いてひとひらって言うんですけど、まず応答期っていうのは桜の桃の記念の木って書いて、これで普通は応答期と読むんですね。それを応答期と読まないでひらがなを振ってひとひらと読むわけなんですけど、今回はどんな感じの曲かっていうと、しっとりとした曲で、まあ、前回のガラスの目隠しとか壊れるとかいう曲から比べるとすごい落ち着いた感じの曲なんですけれども、その曲の主人公の女の子の気持ちをひとひらという、それに例えてというか、
あと私の場合卒業とか入学とかそういうことを今控えてるわけなんですけど、そういった時期の女の子の気持ちとかそういうのもいろいろ混ざった感じの曲で、まあ、レコーディングの時とかもリズムのある曲じゃないんで私も大丈夫だろうなんて安心してたんですよね、レコーディングの時に。そしたらディレクターの笠井さんとかに今回は結構怒られたというか怒鳴られましてね、途中で泣かされそうにとかなりましたけど、うるちゃん気持ちが入ってないよとか言われたりなんかして、まあでも残念なことにしっとりとした曲っていうことで振り付けには皆さん期待はできないと思うんですけれども、私はちょっと安心してるわけなんですけれどもね、まあ、とにかくいい曲ですんでぜひ発売になったら聴いていただきたいなと思うんですけれども、曲の方は来週のこの番組で聴いていただきたいと思いますんでね、なんかもったいぶってるみたいですけれどもね、1週間楽しみに待っていただきたいと思います。小川のり子だって15歳。そろそろお別れの時間になってしまいました、今夜はですね久しぶりに教科書カバーズなんかもやってみたりなんかして、今日はとっても明るく楽しい雰囲気になりましたけれどもね、すごく楽しかったです、本当にこのところなんか急になんか暖かくなったり寒くなったりなんか雪が降ってきちゃったりとか変なお天気が続いてますけれどもですね、私と同じように入試を控えているあなたもですね大事な時期ですんで体を壊さないように気をつけてください。それから夜遅くまで勉強している人もそろそろ朝方の生活に切り替えるようにした方がいいかもしれないですね。私もそういう風に実は先生とかから言われてるんですけどもね、本当にまあ試験の当日のためにもいいと思いますので、お互いにとにかく頑張りましょうね。あなたに会うたびに少しずつ変わっていく私、またあなたとこの時間に。